はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はですね、任天堂ラボのトイコン03ドライブキットの車トイコンを作っていきたいなと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいんですが、その前に黄金の5秒間、はい、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。クリック。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたか な, かな。この動画がいいなと思ったら高評価もお願いね。します。150分から210分かかるみたいだけど、頑張って作っていきましょう。はい、はい、ということで車トイコン完成しました。さあ最後はここに鍵を、車の出来上がり。オッケー。 XA 爆走ニューワールドだって。早速遊びよう。3、2、1。こっちもブルブルしてる。オッケー。こっちもブルブルしてる、つながってることが分かった。いやこれは、お、さあ栄心くん、遊んでみてください。これは楽しいと思うよ。差し込むぞ。まだだよ、まだだよ。あ、よかった、大丈夫。じゃ行くよ。うん。おお、動く動く、すごいすごい。え、ちなみにこのレバーとかやるとどうなの。まだ、まだだね。ま、では出発だ。まずはガソリンを入れよう。この先にあるガソリンスタンドへ行こう。だってそこだ、ガソリンスタンド。微妙な位置でやんなきゃ。バックギアを引くとバックできるぞ。だってこれがバックギアなんだ。あ、そのままあのペダル踏んで、あ、そう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 、ぴったりぴったり止めるんだって。これは、あ、いいって。アクションレバーを引いて給油口のガソリンタンクを、ガソリンタンクに入れてチャージ返したって。右だよ、右。うん、あ、無理だ、まだ無理だ。ちょっと待って、まだまだまだバック、まだバック。はい、オッケー、ストップストップ。はいよ、これでまっすぐ進んで、ストップ。オッケー、じゃあガソリン入れて。あ、もうちょっと、もうちょっと後ろ行きすぎ。ガガ、これ回しちゃダメだよ。入った。あ、ガソリン入ってってる。え、どんどんエネルギーが、ガソリン、ガソリン、エネルギーじゃない、ガソリンです。すごいね。あ、ボンコンボンコンってね。あ、もうちょっとで満タンだから。はい、満タン、草原のガソリン満タン。あ、おお、いろいろあるんだね。とりあえずガソリンはクリアした。鍵の頭ボタンを長押しで、マップを表示。あ、長押しだよ。あ、いい、これがミッションね。そうだね。じゃあとりあえず戻んね。うん、まっすぐ行けばよかったのね。だってこの道がちゃんとあるからさ。道あんの。あ、ほんとだ、そっち。もう道なき道を行ってるけど。ギアは、これか、これがギア。まだこれは使えない。何もなってないんだ。まだこれ、これはじゃあ。おお。あ、あれ？人がいる。人じゃない、ロボだ。ガソリン空っぽ、もうダメだ、助けて、車で乗せてってだって。草原のガソリンスタンドがいいな、味が最高なんだよ。さっきのガソリンスタンドだ。バックじゃなくてくるっと回っていけばいいじゃん。遅いから。とくるっと回るなら、くるっと乱暴だな。あぶねあぶねあぶね。栄心くんが爆走してますけど、レイちゃんの顔がね、全然見えない。これ実はこんな風にして、こんな風にした方がいいかな。キャホーガスインだ、もう我慢できない。よかったね、ガス欠ロボット。オッケー、お腹いっぱいだって。あ、これでまたガス欠ロボット達成。いいんじゃね、もう戻って。なるほど。あー、っていうことはこんな感じで助けていろんなミッションをクリアしていくんだね。で、ガソリンもなくなっていくわけだ、これ。
あ、本当だ。だからこまめにガソリン使っ、何？こまめにガソリン補給する必要があるんだね。すっげえ爆走だな。なんかいる？あれ看板かな。看板っぽい。よし、ぶっ壊そう。ちょっとここできない。ぶっ壊そうじゃない。あ、物は運べるのは車だけ。鍵を抜くと落っことすよ、だって。看板で。鍵を抜くと落っことす。どういうこと？また。鍵を抜くと落っことすって。おお、鍵抜くと機能停止するんだ。あ、面白い。うん、ゴー。あー、これ気持ちいい。それしか使ってないよ。うわ、何があった今。石だね。石ぶっ壊しちゃった。ジャンプした。あ、ジャンプすんだ、それ楽しそう。いいところで、その丘のところです。せーの、ジャンプ。うわ、いいや。泉エリア。ちょっと待って、竜巻発生してる。アレチエリア来ちゃったよ。え、ちょっと、あ、なんか入ってみようかな。うぃー、うお、すごいすごい。これ絶対上に飛ばされるでしょ。マリオと一緒で。お、やっぱね、やっぱね。お、上まで行った。ボーン。バックいや、バックしなくても行けた。お、え、なに、ノコギリ。いろんな、あれか、できるようになった。あ、できるようになった。できるようになったね。ノコギリ、パソワイパー、こっちがね。あ、すごいすごい。いや、面白いじゃん。音楽、ラジオあるよ。ラジオ、え、バッ、え、ちょっと待って、ラジオオフにしよう。ラジオオフにしよう。オッケー。へぇ、給油口のこぎり、ちょっと、のこぎりやらせて。切れるか。おぉ、切った、切った、どうなった。切ったらどうなった。あ、なくなった。これでサーキットできるようになったんじゃないのかなと思うんだけど。サーキット遊ぶ。やってみる？うん。あ、これ。とりあえずこれで。これこの間のスロットカーのやつを。あ、両方だ、両方。あ、オッケーだね。はい、頑張って。どれどれ？ゆうちゃんどれなの？これ黄色。あ、ドライバー視点になるんだ。おお、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。あ、落ちる落ちる。A ちゃん落ちないように。落ちないように。めっちゃいいじゃんこれ、うん。ちょっとさ、運転が変なんだけど A ちゃん。あー、落ちる。でもまだ1位のまま。よし、このまま突っ走る。うい。すごい速いね。すげえ加速をよく使ってる。加速力なんだ。何すんの。お、周回遅れにした。やった、周回遅れ。あと1周かな。あ、落ちる。まだ周回遅れにしてるよ。連続の足で。まだ落ちた。エイシン君、そのダッシュばっかり。うわー、落ちた。あー、落ちる。やばい、ついに1位が危ない。2位が後ろに来てる、エイちゃん。さあ、さあ、さあ、うわ、やばい、これはまずい。これはまずい。エイシン君、やばい。やっちゃってる。うわー、やばい。1位。落ちながら、落ちながら。はい。はい、そんなわけでですね、任天堂ラボドライブキットの車トイコン作ってみましたけれども、なかなかいいね。うん、こりゃすごい。めちゃくちゃ楽しいんじゃない。うん、あのレースのさ、サーキットとかで遊べるのもいいしね。うん、実際これでマリオカートとかできたら超楽しい。確かに。ブーねえ、うん、これでできたらすごいと思う。うん、なんかね、この辺のハンドルでアイテム使ってさ、うん、で、こっちでこうドリフトするとかさ、キーね、え、できそうだよね。ぜひ対応してほしいですね。うん、次回は潜水艦トイコンか飛行機トイコン作って遊んでいきたいなと思いますね。うん、これちなみに飛行機トイコン作れば、ワンプレイヤーがこのトイコン使ってやってる間に
数プレイが射的でバンバン撃てるの。あ、そうなんだ。そういうゲームもできるわけね、うん、なるほど。じゃあ本当にこのセットで結構遊びができるわけだね。そう、じゃあそれも楽しみにしてましょう、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録が真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。